FN ブローニング M1903 はベルギーで20世紀初頭に開発された自動拳銃である。M1903 は第一次世界大戦以前に FN 社から発売された自動拳銃の一つで同社製の自動拳銃としては2番目に当たることからブローニングナンバーにとも呼ばれた。第一次世界大戦直後は需要が落ち込んだものの1920年代には 再び需要が増加し、最終的には1927年まで製造された。製造終了後も1930年代頃までは、少数の在庫が残っており、販売が継続された。FNM1903 と同年に、コルト社から発売された、コルト M1903 は、どちらも1902年に、ジョン・ブローニングが作成した設計をもとに開発された、ことから、 作動機構や外見に共通点が多いが、FNM1903 は、コルト M1903 で使用する。32ACP 弾よりも高威力な 9mm、ブローニングロング弾を使用するため、銃本体のサイズも一回り大きくなっている。発売当初、FN 社は、M1903 の商業的成功に懐疑的で、あったことから軍などによる大口契約がない。 限り大規模な生産を行わない方針であり、各国の軍隊へ提出するサンプル分が比較的少数製造されるのみであったが、スウェーデンでの採用を皮切りに、ヨーロッパや中南部への軍隊及び警察組織で採用され、その信頼性から高い評価を得た。一方で、製造数自体はさほど多くはなく、先に発売された M1900 ほどは普及しなかった。 M1903OM1907 の名称で、スウェーデン軍の正式拳銃として採用した。FN 社から約1万兆を購入したほか、ハスクバーナ社では、ライセンス生産も行われた。モスクワ中央軍事博物館に展示される M1903 主に、警察機関への配備を目的として、1908年から1914年の間に、 M1903 を1万千丁輸入した。モスクワの警察と憲兵隊の導入した M1903 は、モーゼル C96 のものに似た、ホルスターストックが付属しているが、このストックは、銃本体のフレームではなく、フレームから露出した延長断層の後部に装着する。ありがとうございます。